ロレンツォでシルベストリは、イタリア・ローマ出身のサッカー選手。セリエ A ボローニア FC 所属。ポジションは DF。ラチオ在籍時2005年7月23日に行われた UEFA インターとト,トカップの対タンペレイユナイテッド戦において、試合時間87分にクリスティアン・マンフレディーニと交代で出場わずか3分間であったが17歳にして、 トップチームでの公式戦デビューを果たす。同大会には、オリンピックマルセイユ戦にも出場。国内大会へは2006年1月23日に行われたコッパイタリアでの AAS チッタデラ戦へ出場し、国内リーグ戦には出場はなかったものの、デビューシーズンとなった2005から06シーズンは、計算試合に出場した。2006から07シーズン。 トップチームに引き上げられ、クラブとプロ契約する。2006年8月20日に、コッパイタリアでのタイ s スレンデ戦において、プロ契約後の初得点を記録し、2007年4月22日のアッコフ・フィオレンティーナ戦で、セリエ A デビューを果たす。2007から08シーズンには、リーグ戦で24試合の出場を果たすとともに、UEFA チャンピオンズリーグにも6試合に出場。 2007年11月19日には、イギリスのサッカー専門誌である、ワールドサッカー誌が選ぶ、世界で最も有望な若手選手トップ50にも選出される。2007年12月28日には、イギリスの大衆誌である、ザ・サンに、ヨーロッパにおける20歳以下選手のトップ2 2に、後のチームメイトとなる、ステバン・ヨベティッチらと共に選ばれている。 順風満帆なキャリアだと思われていたが、2008から09シーズンはリール OSC から移籍してきたステファン・リヒト・シュタイナーにレギュラーを奪われて、出場機会が減少。一転し、出場機会を求め移籍を志願した。アッコフ・フィオレンティーナ時代2009年8月26日に550万ユーロの移籍金でフィオレンティーナへ移籍。同年9月28日に行われた リボルの戦で、フィオレンティーナでの公式戦にデビューする。同シーズンの2010年4月3日には、パルマ FC 戦において、フィオレンティーナ移籍後、およびセリエ A においても、キャリア初となる得点を記録した。2012年6月16日、UC サンプドリアへ、レンタル移籍した。各年代の代表を経験し、2007年9月11日に19歳ながら、飛び級で招集され、 対アルバニア戦で U-21 イタリア代表デビューを果たした。ピエル・ルイジ・カジラギ監督のもと2008年8月の北京オリンピックに2試合出場した。2009年以降は U-21 イタリア代表でキャプテンを務めた。2010年9月7日、フェロー諸島代表戦で A 代表デビューを果たした。SS ラオの下部組織出身でサイドバックや センターバックのポジションでプレーできるというプレイスタイルからもかつてのキャプテンであるアレッサンドロ・ネスタの後継者であると考えられていた。ラツオでは将来のバンディエラとして期待されていたが2009年に同クラブの会長であるクラウディオ・ロティートとの確執から遺跡を志願しネスタと同じくクラブを去ることになる。各年代でイタリア代表に招集されており2008年8月の 北京オリンピックに2試合出場した。ありがとうございます。